どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ファミペイのキャンペーンと T マネーのキャンペーン、またねモバイルパスモのキャンペーンの合わせ技解説ということで動画ねやっていきたいと思います。まあ皆さんね、あのマイルを貯められている方でもですね、お得系の情報をね収集されている方ならですね、一部はね知ってるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、今回ですねこちらを全部合わせてですねキャンペーン利用していこうということで、結構ねお得になりますので、ぜひね気になる方最後までねご覧いただければなと思います。まずですね、ファミリーマートでファミペイ40倍キャンペーンっていうのはね、こちらやってるんですよね。期間中ファミペイ払いをすると40倍戻ってくるキャンペーンということで、こちらファミペイボーナスが返ってくるキャンペーンなんですよね。でこちらね、通常1倍期間限定ファミペイボーナス39倍ということで、こちらですね、通常のファミペイボーナスが1倍、期間限定ファミペイボーナスが39倍ということで、こちら合計で40倍っていう風になるんですよね。またこのキャンペーンはですね、キャンペーン終了時点ですね、こちらキャンペーン期間が8月3日から23日までなんですけども、終了時点で銀行口座もしくはファミマ T クレジットカードの登録が必要ですということで、こちらのキャンペーンね利用する際は確実にこちらどちらかねやってください。私はねゆうちょ銀行を登録してるんですけども、こちらねあのファミペイファミマ T カードね持ってる方はねこれ登録する方だけでいいんですけども、銀行口座の場合はですねいろいろね口座あると思うんですけども、対応している口座をね登録する必要がありますので、この点は注意してください。でこのね40倍っていう記載があるんですけども、このファミペイっていうのはもともと 0.5% 還元、それの40倍ということで、こちらね 20% 還元なんですよね。で上限がですねこんな感じで記載がありまして、贈呈される期間限定ファミペイボーナスについてということで、200円決済すると1倍プラスファミペイボーナスが39倍で、まあ、40円相当ということで、こちらですね200円以上じゃないとね対象にならないんですよね。この点は注意してください。199円の決済だとこれねキャンペーン対象にならないね。で1万円利用すると、通常ファミペイボーナス50で、期間限定ファミペイボーナスが1950ということで、合計2000円相当をね、もらえるっていった形になります。でこちらのですねファミペイボーナスが付与される時期なんですけども、通常と今回のボーナスキャンペーンボーナスの方ですね分かれておりまして、通常ボーナスは決済後3日以内で、今回のねキャンペーンの1万円使った場合ですね1950、ファミペイボーナスボーナスに関しては2021年の10月の27日頃という風になりますので、約3ヶ月後にね付与されるっていった形になります。でですねこちらのキャンペーンはですね、対象外の支払いと対象外の店舗っていうのはね記載がありまして、こちらですね公共料金各種お支払い、ファミペイ請求書払い、お試しクーポンのご利用時のファミペイ払いは対象外、またですねキャンペーン対象外のお店ということで、まあ、ウェルシアとかですね、まあこういった薬局が中心なんですかね、まあこちらが対象外、あとねファミペイが利用できないお店も対象外っていった形になっておりますので、まあこれ以外であればですね対象っていった形になりますんで、ローソンとかねそういったお店でも利用することができます。でセブンイレブンはね確かねファミペイ使えないんですよね。でこのキャンペーンで、ね、何がいいかっていうと、まあ1万円使えば2000分のねファミペイボーナスがもらえるということで、お得なのはね間違いないんですけども、このファミペイっていうのはですねポサカードっていうのがね購入できるんですよね。皆さんポサカードって知っておりますかね。これもお得系のね情報収集してる方だったら結構知ってると思うんですけども、楽天バリアブルカードであったり、バニラビザ、Tマネー、アップルギフトカード、アマゾンギフト券っていった感じで、まあ、すごいねたくさんあるんですけども、コンビニでね並んでるの結構見たことある方ねいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、こういったですねギフトカードだったりバリアブルカードっていうのもファミペイではね支払いすることができるんですよね。まあ、基本的にこのポサカードっていうのは現金でしかね購入できないのが、まあ、一般的なんですけども、このファミペイっていうのはですねこのポサカード購入することができるんですよね。でまあ今回のキャンペーンですね、このポサカードを買ったとしても1万円分購入すればですね2000分のファミペイボーナスがねもらえるっていった形になるんですよね。でこのポサカードを購入すると、まあ何がいいかっていう話なんですけども、やっぱり二次利用ができますよね。楽天バリアブルカードをね購入していただくと、まあ楽天期間限定ポイントがね1万円買えば1万ポイントつくわけなんですけども、その楽天期間限定ポイント
イントもですね、もちろん楽天ペイでも利用することができますけども、楽天電気組まれている方は電気代にも当てられますし、楽天モバイルね利用されている方は楽天モバイルの支払いとかにもね利用することができますよね。またね、バニラビザっていうのはですね、普通のクレジットカードのようにですね、プリペみたいな感じで利用することができますし、 iTunes ギフトカードですよね。まあこちらだとね、 YouTube プレミアムなのね、サブスクとかにも使えますし、ゲーム課金とかにもね利用することができますよね。またね、 Amazon ギフト券であれば Amazon でね利用することができるっていった形になるんですよね。まあね、いろいろね利用先はねありまして、先ほど言ったね、iTunes ギフトカードだと 10% 還元キャンペーンっていうのはね、また別でやってるんですよね。まあもしね、この iTunes カードね、よく購入されている方だったら、まあこれでね、購入するのもいいのではないのかなと思います。こちらは8月の2日から15日までっていうふうになっておりますんで、この点はね、注意してください。まあこういった感じでですね、お得にね、購入することができるわけなんですけども、まずこのファミペイのね、キャンペーンでは、ファミペイにチャージしなきゃいけないですよね。で、ファミペイにね、チャージするのはですね、こちらがね、ファミリーマートでやってまして、毎月10日25日ではチャージの日ということで、今月は3000以上のチャージすると、ふわふわファミチキバンズっていうのはねもらえるんですね。こちらは外側だけということで、中身は買えっていう感じだと思うんですけども、まあこちらがね10日と25日やっておりますので、もしねチャージするのであれば、まあ今回のね先ほどの iTunes の、ギフトカードだとこちら15日なので、ファミペイのねキャンペーンが8月23日なので、まあ10日にねチャージしていただくのが、まあ一番ね利用できるかなと思いますので、まあこちらのバンズが欲しい方はですね、8月10日にね、チャージしていただければなと思います。で、個人的にはですね、おすすめのね、ポサカードなんですけども、Tマネーっていうのはね、あるんですよね。ちょっとこれに画像を出しておきますけども、こちらはですね、Tポイントの、まあ、電子マネーみたいな感じで、まあ、こちらね、まだ使ったことね、ある方そんなに多くないと思うんですけども、この Tマネーのポサカードを購入すると、この Tマネーにチャージができて、これがね、ID だったり、マスターカードコンタクトレス債ってね、利用することができるっていった形になっておりまして、iPhoneの方であればですね、こちらは T マネーね入れていただくと、モバイルパスモだったりモバイルスイカにもね Apple Pay でチャージすることができるって形になりますんで、おすすめなんですよね。で、この T マネーをですね一度も利用していない方はですね、さらにおすすめっていった形になっておりまして、こちらのキャンペーンがねやってるからなんですよね。9月30日までに初めて登録すると T ポイント200ポイントがもらえて、さらにですね10月の31日までに ID またはマスターカードコンタクトレス債を支払いすると残高にチャージして使える 20% 還元キャンペーンということで、こちらですね最大1000ポイントねもらえるキャンペーンがやっているんですよね。ですので、ファミペイのキャンペーンで T マネーのポサカードをね購入していただいてですね、5000円使っていただくと1000円ね返ってくるっていった形になるんですよね。ですので、もしね利用したことない方であればですね、この T マネーのねキャンペーンですね利用していただいて、5000円利用していただくと1000Tポイントねもらえるっていう風になっておりますんで、こちらがねかなりおすすめっていった形になります。で、今回ですね、ファミペイで1万円分のTマネーのポサカードを買って、まあ、5000ね、このTマネーで使っていただきますよね。ID またはマスターカードコンタクトレス決済で。そうすると1000ポイントがもらえるということで、あとね、5000Tマネーね、残ってると思うんですよね。で、残りはですね、こちら、モバイルパスモキャンペーンね、チャージしてね、利用していただければなというふうに思うんですよね。まあ、5000円チャージしなくてもですね、今回のこのパスモのね、キャンペーンは、2000円以上ね、利用していただくと、1000円ね、キャッシュバックがもらえるキャンペーンというふうになっておりまして、まあこちらねお友達紹介ねできる方であればですね、1万円使っていただいて5000円最大ねキャッシュバックがもらえるキャンペーンという風になっているんで、まあ、紹介できる方はねいいかなと思うんですけども、まあ、紹介するって結構難しいかなという風に思いますので、まあ2000円利用していただくと1000円ねキャッシュバックっていう風になりますんで、この T マネーからですね、このモバイルパスモっていうのもですねチャージすることができるっていった形になっておりますんで、2000円ねこちらでね
利用していただければなというふうに思うんですよね。まあ、2000円利用していただければ1000円ねもらえるっていうふうになっておりまして、またねこのモバイルパスモのねキャンペーンはですね、現金でねキャッシュバックもらえるっていうふうになっておりますんで、これもねまたいいかなっていうふうに思います。でこちらのモバイルパスモのキャンペーンは7月の20日から10月の20日ということで、結構ね長い期間やっておりますので、まあこれもねかなり利用しやすいかなというふうに思います。でですね、1万円分の T マネーを買って5000円は T マネーで利用していただいて、2000円はねモバイルパスモで利用していただいてですね、3000Tマネーね残ると思うんですけども、こちらに関してはですね Apple Pay で 6g とかにねチャージしてもねいいかなというふうに思いますので、 6g にねチャージしていただければ物理カードとしてね利用することができるっていった形になっておりますので、まあそれでもねいいかなというふうに思いますし、まあそのままね T マネーの ID またはコンタクトレス決済でね利用していただくのもねいいのかなというふうに思います。まあこういった感じでですね利用していただければですね、今回のキャンペーンねかなりお得に利用することができるのかなというふうに思うんですけども、還元額をですね全部まとめるとですね、まずファミペイに1万円チャージしますよね。そうするとファミペイでポサカードを購入します。で T マネーをね1万円分購入したとすると、そこで2000ファミペイボーナスがもらえます。で T マネー1万円分で5000円利用しますよね。そうすると 1000T マネーがキャンペーンでもらえますよね。でまたモバイルパスモに2000円チャージしていただいて利用していただくと1000円取れるっていう風になりますんで、今回のキャンペーンではですねファミリーマートのファミペイにですね1万円チャージしていただくとですね、合計4000円分相当をね獲得できるっていった形になりますんで、まあこれはねかなりお得なのではないのかなという風に思いますので、ぜひね利用ねしてみていただければなという風に思います。それではですね、実際にね分かりづらいところだけ解説ねしていきたいなというふうに思うんですけども、まずですねファミペイのチャージの部分ですね、今回ファミマ T カードもしくは銀行の、ね、口座が登録必要っていうふうになりますので、まあ、ファミペイに関してはですね銀行口座っていうのはねチャージする画面にすると銀行口座っていうのがありますよね。で私の場合はねもうゆうちょ銀行が登録されておりますので、まあこういった感じになるわけなんですけども、登録してないとですねこういった感じで銀行口座を登録するっていう画面になると思いますので、こちらをね、タップしていただきます。そうするとですねみずほ、三菱 UFJ、 三井住友、りそな、埼玉、関西未来、西日本シティ、ゆうちょ銀行ということで、ちょっとね対応してる銀行がね少ないんですよね。まあなんですけども、まあここからですねあの銀行をね登録していただくっていった形になります。私はですねみずほ銀行がありますんでみずほ銀行を選択します。でお客様番号、ログインパスワード、第二暗証番号が必要ということで、こちらをやりましょう。で、そうするとねみずほ銀行の口座を登録しますということで、こちらですね入力していきたいと思います。でね入力ができたらファミペイ銀行チャージに関する特約を確認の上同意するをクリックします。でこちら確認画面ですね、金融機関のページに移行しますね。でそうするとみずほダイレクトのところに行くんですね。こちらね入力していきます。これでね登録が終わるとみずほ銀行口座登録完了しましたということで、これでですね登録が完了したっていった形になります。これでねファミペイに銀行口座が登録できたということで、これでねチャージしていただければですねキャンペーン対象というふうになります。このチャージ方法に関してはですね別にね銀行口座からチャージしてもいいですし、レジとかでもねチャージできると思いますので、まあここはねお好みで利用してください。ひとまず銀行口座の登録もしくはファミマ T カードのね紐付けが必要っていうふうになりますんで、この点はね注意してください。それでは次にですね、今回私の動画ではね、T マネーを紹介してますんで、T マネーでいきたいと思うんですけども、ポサカードはね、こんな感じでお店に売っております。これがね、T マネーギフトカードっていうものですので、T マネーね、購入する方はこれを取ってですね、購入してください。で、1個ね、注意点なんですけども、店員さんがこのポサカードっていうんですけども、このポサカードをですね、購入できることを知らない人もいるんですよね。で、私はですね、購入できることを知っていて、レジに行ったわけなんです。
なんですけども、店員さん知らなくてこれで購入できますみたいな感じで、まあ、聞いてくれたからね良かったんですけども、まあ、いつも私これで購入してますんで、まあ、いつも購入してるんでやってみてくださいみたいな感じで言ったらですね、普通に決済できたんですけども、これですね知らない人もね中には店員さんでいらっしゃるかもしれませんので、まあ、基本的にポサカードってファミペイ払い以外だと現金でしかね購入することができませんので、中には知らない人がねいるかもしれませんので、もしね店員さん知らないようでファミペイじゃ買えませんよみたいな感じでね言われた場合はですね、いつもこれで購入してますみたいな感じで言っていただければですね、ちょっとやってみてくださいみたいな感じで言えば、やっていただけるかなというふうに思いますので、この点はね覚えておいてください。それでは次にですね、買ってきた、Tマネーギフトをですね、Tカードのねアプリに登録するということで、こちらの登録方法なんですけども、ちょっと申し訳ないことにですね、ちょっと私これねもうすでにやってしまって、簡単にですね紹介ねさせていただく感じになります。この買ってきたね Tマネーのギフトコードの裏にですね QR コードがねついておりますので、それ読んでいただいてですね、でその買ってきた Tマネーギフトの裏の下の方にですねコインで削るところがありますんで、その番号をですね入力していただきます。そうするとですね Tマネーにね残高反映するっていった形になりますので、こういった感じでですね利用ねしていただければなと思います。そうするとですね、この私の画像のようにですね Tマネース1万円っていった形に表示されると思いますので、これでね完了っていった形になります。利用したことない方はですね、ちょっとねこの Tマネーの利用登録っていうのはですね、まあ簡単なんですけども、電話認証があるんですよね。で電話認証がですね全部ナビダイヤルで料金かかるんですよね。ですので2回ぐらいねナビダイヤルね利用しなきゃいけないんで、電話代がですねおそらく40円ぐらいねかかってしまいますので、まあこの点はね覚えておいていただければなと思います。それでは次ですね、 Apple Pay のパスモの方ですね、 50% 還元の方やっていきたいと思うんですけども、こちらのキャンペーンなんですけども、パスモね持ってないよっていう方もね中にはいらっしゃるかと思うんですけども、まあ私もですねモバイルパスモ持ってないんですよ。でパスモ自体も持ってないんですけども、このキャンペーンですね、デジタルパスモっていうんですか、この Apple Pay 自体にパスモね作ることができますので、パスモなくてもですねこのキャンペーン利用することでできますので、この点はね覚えておいてください。それではですね、こちら公式サイトね概要欄に載せておきますので、こちらからね利用してください。ではですね、応募からキャッシュバックまでの手順ということで、まず最初にですねスマートフォンアプリねパスモをダウンロードしていただきます。でパスモをダウンロードしていただいてですね、このキャンペーンのねページに戻ってきていただいて、新規登録者エントリーということでこちらをクリックしていただきます。でですね、そうするとですねパスモ ID っていうのはね入れる画面になりますんで、パスモのね ID を入れていただきます。この PD80F っていう数字ですね、この続きの数字を入れていただきます。でこの数字はですね記載ねされている通りなんですけども、パスモのねアプリを開いていただくと、右下にですねアルファベットの i の丸マークがありますよね。この丸に囲われてるやつですね。こちらをクリックしていただくとですね、ご自身のね、パスモ ID っていうのが見れるようになっておりますんで、PD80F の後ですね、こちらを入力していただくっていった形になります。そうするとですね、紹介コードをね、入れる画面になりますんで、こちらね、お好みで入れていただければなというふうに思います。でですね、これでね完了っていった形になるわけなんですけども、その後はですね Apple Pay パスモをですね合計2000円以上利用していただくとですね1000円ねキャッシュバックが受けられるっていった形になります。でこちらはですねチャージしただけだとキャンペーン対象になりませんので、2000円以上ね利用してください。ですので1999円利用してもこちらキャンペーン対象になりませんので、2000円以上ね、利用ねしていただければなと思います。まあこちらのね2000円以上ね利用していただくっていうのは、まあモバイルパスモなんで、今ねスイカとパスモってまあどこでもね使えるかなっていうふうに思いますので、まあ困らないかなっていうふうに思うんですけども、私はね普通に交通費とかでね普通にパスモでね利用させていただきました。まあこういった感じでですね利用ねしていただければなというふうに思います。ということで今回ですねファミリーマートのファミペイのキャンペーンと Tマネーのキャンペーン、またねモバイルパスモのキャンペーンの合わせ技ということで動画ね解説させていただいたわけなんですけども、まあ今回ね1万円利用していただいて4000円分相当がね取れるということで、まあかなりねお得に利用することができるのではないのかなというふうに思いますので、ぜひね利用ねしてみていただければなというふうに思います。
ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルともモホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。